ちは。6月2日木曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。さあ、昨日発行されました広報豊島6月1日特集号では、脱プラスチックと表紙にありました。可愛らしい絵で見やすいので、環境のためにできること、私たちにできることを今一度見直すいい機会になればと思います。ぜひご覧ください。まずは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの4つの話題をお伝えいたします。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。はじめに4回目の接種についてです。対象者は接種券をお持ちで3回目接種から5ヶ月が経過した方のうち、60歳以上の方か、もしくは18歳以上で基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認めた方です。3回目の接種を完了した18歳以上の区民の方全員に接種券を順次発送します。60歳未満の方は接種券に同封しているチラシをご覧の上、ご自身が接種対象者に該当するかご確認ください。また接種券がお手元に届き次第ご予約ください。予約方法は豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンターに電話連絡していただくか、予約サイトからご予約をお願いいたします。次に予約不要の3回目接種についてです。学業、仕事、子育てなどにより事前に接種の予定が立ちづらい方も接種が受けやすいよう実施しています。対象者は接種券をお持ちで2回目接種から5ヶ月が経過した18歳以上の区民の方、または区内に在学在勤されている方です。こちらの4つの会場で武田モデルナ社ワクチンを使用する日に実施しています。受付時間はご覧の通りです。いずれかの時間帯に直接接種会場にお越しください。接種当日はこちらの4つを忘れずにお持ちください。当日希望者多数により接種可能数上限に達した場合は接種ができないことがあります。なお、ファイザー社ワクチンを希望される場合は豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンターへのお電話、または予約サイトでのご予約か、個別接種医療機関に直接ご予約ください。続いてヒアリングフレイルチェックを行っています。ヒアリングフレイルとは聞き取る機能の衰えのことです。65歳以上のおよそ半数の方に聞こえの問題があると言われています。聞こえにくさから会話に参加することが困難になると、人とのつながりが低下し、フレイルや認知症の原因になります。その対策のためにも、現在区民広場東池袋フレイル対策センター高田介護予防センターにて、みんなの超能力チェックアプリを使った測定を行っています。対象は豊島区在住在勤の65歳以上の方で、費用は無料です。事前に電話予約を行えば測定を受けることができます。そして日頃から対話においても聞き返すことが増え、話しても大きな声でのコミュニケーションや筆談などが必要になる語音聴取率 60% 未満の方には、豊島区医師会の耳鼻咽喉科をご案内させていただきます。簡単に誰でも測定できますので、気になった方はぜひチェックしにお越しください。続いてです。東京2020大会のパラリンピックマラソンコースを活用した東京レガシーハーフマラソン2022を10月16日日曜日に開催します。東京2020大会を機にスポーツの盛り上がりが増し、そしてレガシーとして継承していくことを目的としています。この大会はハーフマラソンであるため、ランニング経験の浅い初心者の方でも、そして障害の有無に関わらず、どなたにもチャレンジしていただける大会です。
またスポーツを通じたチャリティーの実施や障害者へのスポーツ支援、ボランティアの継続的な育成・活動支援など社会課題の解決につながるレガシーを参加者と考えていく大会でもあります。6月9日まで一般ランナー・障害者ランナーのエントリーを募集しています。詳細はホームページをご確認ください。ご興味のある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。続いてです。毎年6月23日から29日までの1週間は国が定めた男女共同参画週間です。これに伴い豊島区男女平等推進センターエポック10ではエポック10フェスタ2022みんな力を発揮するを開催しています。今年はエポック10開設30周年の節目の年でもあります。6月10日金曜日から12日日曜日には子育て、健康、ジェンダーなどに関する講座やダンスワークショップなどを行います。イベントの目玉には原宿カウンセリングセンター顧問の信田小夜子さんによる講演があります。カウンセリング経験をもとにこれからの家族を考える講演を行っていただきます。また6月30日までエポック10エレベーターホールで登録団体の活動などを紹介したパネル展示も行っています。入場は無料ですが講演はすべて事前申し込みが必要です。詳細は区のホームページをご確認ください。一人一人が自分らしく暮らすことができるそんな社会のきっかけ作りにぜひこちらのイベントに参加してみてはいかがでしょうか。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。豊島区では池袋駅北口前公衆トイレウィートピアの改修を進めています。さあどんな風に変わっていくのか今日は詳しくお話を伺っていきましょう。まずは1人目のゲストをご紹介いたします。豊島区都市整備部公園緑地課から西川聡さんにお越しいただきました。西川さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですがウィートピアの改修をしているということなんですけれども、なぜ今回この計画が立ち上がったのかそこから教えてください。はい、ウィートピアは設置から27年が経過しておりまして、池袋駅前にあるために日々多くの方々にご利用いただいております。はい、そのため設備の老朽化が激しく暗い、怖い、汚いといった声や女性が使いにくいトイレであることが分かりました。そこでこのようなウィートピアを明るく入りやすい新しい西口のシンボルとして生まれ変わらせたいという思いから今回の再生計画が立ち上がりました。明るく生まれ変わらせたいということですけれども、どのように変わっていくんでしょうか。はい、まず老朽化した設備、例えば便器であったり照明設備をすべて新しくリニューアルしまして、女性や子どもたちが使いやすい明るくて綺麗なトイレにします。はい、また、こちらのデザインですが、平成31年度に改修して、新しく生まれ変わりましたウィロードを手掛けていただいた美術作家の上田志保さんに今回のウィートピアのデザインもご担当いただいております。なるほど、非常に、ね、この明るいイメージですよね。本当現在本当に改修中のウィートピア、この新しい西口の、ね、シンボルとして生まれ変わる日、非常に待ち遠しいですね。はい、さあ先ほどお話に出てきました池袋駅北側の東西を結ぶ公共地下通路ウィロードの改修ですが、ご存知の皆さんも多いのではないでしょうか。現在ご覧いただいているのがそのウィロード改装時の映像なんです。歴史ある地下道の残せる部分は大切に残しつつも、通る人が明るい気持ちになるような素敵な色合いに仕上げられていますよね。そして今回の池袋駅北口前公衆トイレウィートピアの改修ですが、このウィロードからのつながり
というのを重視して一体的な装飾を施すことにより池袋のさらなるイメージアップを図っていくということなんです。そこには様々な思いが込められているそうです。ではここからは2人目のゲストの方にお話を伺います。美術作家の上田志保さんにご出演いただきます。上田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回ウィートピアの、ね、再生計画を手掛けていらっしゃる上田さんですが、ウィロードの改装にも深く関わっていたんです。ということで、まずはウィロード の, この改修時のお話を聞かせいただけますか。はい、大正14年から池袋の東西を結ぶウィーロード、このウィーロードに初めて対面した時に、はい、なんか何かに駆り立てられるような強いエネルギーを感じてですね、はい、でやっぱりいいことも悪いこともこの街の人々の日々の営みがこの土地独自の文化を育んできたっていう、そのなんかかけがえのなさをすごく大切にしたいなっていうところから、ウィーロードは生きた道、はい、息づいてる生きた道、命を感じるような再生の仕方ができないかなっていうところで、それを意識しながら再生をしていったんですけど、まずその町の歴史だったりに加えて、地域の人からその方にしかわからないような小さな文脈の思い出の話をたくさん聞かせていただいて、でその町の皆さんとの対話を重ねていく中でインスピレーションを受けて、さらにイメージを広げて日々制作をして、でさらにこう実際に公開制作をそうなんですよね、していただいてたんでしょうね。リーさんも見に来てくださって、はい、そうなんですね。ちょっと制作過程ちょっと覗きに行ってしまいました、はい、本当にもう毎日毎日いろんな通行の3万人から4万人通られてる皆さんに見守られながらです、お声掛けいただきながら本当にさまざまな思い出に囲まれて、行って行って本当手当てするように広がっていったという実感があるんですけども、さらにこの画面上に、はい、なんか皆さんなんかかがんでなんかやってますね。かがんで、はい、これはですね、毎週水曜日の朝9時半から、はい、地域の皆さんがお掃除をしてくださってるんです、ね、毎週掃除して毎週毎週、あ、だから今もこう綺麗に保っているんですね。そうなんですよ、本当にピカピカで、はい、ご覧ください。ゴミ一つない、本当に綺麗に綺麗にいろんな方が来てくださって、豊島テレビの方もお掃除に来てくださって、はい、ありがとうございます。本当ね、生まれ変わったとこのウィーロードなんですけれども、さあ、はい、今回のこのウィートピア再生計画、このウィーロードとの一体感を重視しているということなんです。どんなコンセプトで制作されてるんでしょうか。そうですね、ウィーロード の再生は本当にいろんな人の心を、はい、聞かせていただいて心を受け取って、本当心の中のひだを描画で制作していたようなイメージなんですけど、さらに次はウィーロードのトンネルから出て開かれたこの北口からこれ見た画面のところなんですけど、で左右に通路が壁面があって手すりなどもあって、その上にウィートピアというトイレが乗っかってるというか、そうなんですね。はい、なので今度はその心から出て、こうどこを向いていこうかなって、どこを向きたいかなっていう、そのなんか希望だったりとか明るい光みたいなことを迎えに行けるような、なんかそういう体感としてちょっと仕掛けだったり、そうですね、そういうテーマで。そうなんですね、はい、ということで今イメージ図ご覧いただきましたが、こちらは、はい、これは実際に今年に入ってから制作を進めてきています。先ほどのイメージスケッチにあった壁面だったりとか、今手すりの部分だったり、こう順次日々制作を絶賛行っているところなんです。屋外の作業ということですね。はい、そうです。いやでもすごい気になったのが、あ、そうなんです、はい、すごいよく分かりましたね。私この上のこのなんか屋根の部分でしょうか、こう羽みたいになってますけど、これは何なんですか。羽なんです。羽なんですか。光の羽という名前をつけていて、こう5つの羽が
トイレの上に乗っかって、さらにウィーロードの方にもあの光を、この羽が実は染めたロープで、あの編んでるんですけど、その絵柄を夜はライトアップして、で、まあ、あとは影が落ちるような光の羽っていう、影で描く羽を作りたいなっていうところで、この羽も同時に進行しております。そうなんですね、はい、ロープ、どんな風に作ってるんですか？これロープを染めて、はい、編み物ってされたことありますか？私はないですけど、なんか私もちっちゃい頃、おばあちゃんがすごい編み物をいっぱいしてくれていて、その編み物に思いが形になっているというのか、優しさだったり強さだったり、もうぬくもりが、なんかひしひしと実感として編み物っていうのは伝えてくれる、すごいあのパワーがある行為だなと思って、でさらにはその前回のウィロードの再生をするにあたって、町の人とのつながりだったり、いろんな心の結ぼれっていうものを本当に受け取らせていただいたので、それをまた一つこういったつなぐとか結ぶっていう形で、この希望の象徴として表現したいなっていうところから、編み物っていう行為を採用して、でこれも編み物の先生にご協力いただいて、さらにはね、これも区民の皆さんにあのしっかりご協力してもらって編んでいただいているところなんです。ですか、はい、じゃあ本当にこの、ね、ウィロードの皆さんのちょっと、ね、協力があったりとかありましたけど、はい、ウィートピアはまさに参加していただいて、はい、本当に触れていただいて、一緒にこう織りなしてもいただいて、そういった意味が込められてるんですね、はい、またねこの、まあ、外壁外観だけでなく、まあ、壁のデザインだったり、はい、あと天窓、あとサインプレートなどもなんか一新するところがあったんですけども、はい、そうなんです、まあ、本来のあの持ち味としてはトイレなので、はい、トイレの水回り、その老朽化してたものをすごい水通りが良くなって、はい、クリーンにするのはもちろんですけど、はい、このトイレっていうのが割と男子トイレ、女子トイレ入り口のところに天窓があるような構造になっていまして、あ、はい、そうなんです、なんかそこがすごいチャームポイントだなと、トイレのチャームポイント、はい、それを生かして、もちろん光も入りますし、そこに描画だったりとか、はい、いろんな左官だったりとか装飾を施すことで、はい、さらにかけがえのない、なんかここでしか体感できないようなトイレの表情を目指して、各それぞれの場所も内装も外装も、本当にこれ、ね、外も素晴らしいね、先ほどのイメージ図ありましたけれども、うんうん、中に入ってもまたちょっと楽しめるような、はい、そうです、そうなんですね、そうなんです、今まさに絶賛制作中、絶賛制作中ですということなんですよね、はいはい、さあ今回は、まあ、新しい西口のシンボルにということで、池袋駅北口前公衆トイレウィートピアの再生計画についてご紹介をしてまいりました。では皆さん、ぜひ最後に視聴者の区民の皆さんにメッセージをお願いいたします、はい、あのウィーロードもウィートピアもこう目的を持っていくというよりか、皆さんの毎日に寄り添うようなあの場所だと思うので、そのなんか無意識に見る景観とかってすごいやっぱ心に降り積もるというか影響を及ぼしているような場所だと思うので、そういう場所を今本当に現場の皆さんとかいろんな方とあのチームワークをとって頑張っているので、ぜひ楽しみにしていただきたいのと同時に、本当触れて、また触れていただけるような場所ですので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。まさに今日もこの後作業されるそうですね。そうですということで、はい、お忙しい中お越しいただきました、ゲストは美術作家の上田紫穂さんにご出演いただきました。お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼いたします。次回の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。生放送は午前11時から放送しています。ではまた次回お会いいたしましょう。上田さんもご一緒にお願いいたします、はい、さよなら、さよなら。